過去問を一番やるっていうのが大事です。専門分野に絞ってよく出る分野、その内科とかを重点的にそれぞれの分野でなんかプロフェッショナル的になってそれを解説する。本日は昨年度獣医師国家試験を受けた徳留さんにお話を伺いたいと思います。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずはじめに軽めの自己紹介をよろしくお願いします。はい、今年の3月に獣医学科を卒業して4月からそうですね、小動物臨床で働く予定だったんですけど国家試験に落ちてしまったので今は動画編集とかを仕事としてやっています。徳留です。お願いします。結果は振るわなかったっていうことなんですけど、国試当日の手応えとしてはどんな感じだったんですか？国試当日、そうですね、結構ざわついてはいたので、その試験終わった後みんな必須試験が難しかったっていうことで、必須問題が7割で合格、 ABCD っていうより専門的な分野が6割で合格なんですけど、その AD 問題は合格してたので必須問題で落ちたんですけど、その必須問題っていうのが例えばそのモルモットの妊娠期間とか、あと口蹄疫は何型でしたかみたいなマニアックなところが出たんですけど、でも自分はギリギリいけたかなぐらいの印象で、その後遊ぶ予定があったのであんまり考えないようにしてたって感じですね。勉強方法の方に移っていきたいんですけども、国試の勉強でやるべきだった、これをやってよかったなっていう勉強方法はありますか？やっぱりその過去問を一番やるっていうのが大事ですね。その皆さん多分言ってると思うんですけど、過去問をやるっていうのも結構いろいろやり方があると思うんですね。その自分がその落ちてるので反面教師としてみんな見てほしいんですけど、私はとりあえずその5年分をやって、そのやっぱ5年分をやるっていうのにも人によって違うんですよね。それが結構自分は甘かったのかなっていう認識は今客観的に見た時に思いますね。どんだけ深くやれたのかっていうのが大事なのかなっていうのが1点で、そのもう1点としてはスケジュールの管理を徹底するべきだったかなとは思いますね。自分では結構密には立ってたんですけど、その日にやりたかったことが終わらなかったから次の日にどんどんずれてってずれてってずれてっていつかやれるでしょうみたいな感じで結局当日を迎えちゃったっていうのが反省点ですね。勉強は何月頃から始めましたか？本格的に始めたのは皆さん多分一緒だと思うんですけど、11月の末に卒論が終わるのでがっつり始めたのは12月って感じですね。過去問を解いたっていうことなんですけども、各教科まんべんなく5年分解いたっていう感じですか？はい、最初はその専門分野に絞ってよく出る分野、その内科とかを重点的にやり進めていったんですけど、分野ごとに極めてって全体をやろうと思ってたんですけど、やっぱりその自分6年間ほとんど勉強してなかったので、それがやっぱり響いたのかなっていうので、専門分野を極めて極めているうちにもう国試が近づいてしまって、その全体をやる前にもう本番になってしまったっていう感じですね。やっぱそうだね。その普通にテストとかあるじゃん、寄生虫のテストとか。で、国試の問題とかも寄生虫の分野だけ見とくとかいいかもしれないよ。なるほど。うん。国試は定期試験ほど深い内容は聞かれないから。だから逆にその定期試験の勉強に国試とか使って勉強したら大事なところがピックアップされてるから、そこで目を通しとくっていうのはすごいいい勉強になるかもしれない。それでは逆に、これはやるべきじゃなかったなっていう、必要じゃなかったなっていう勉強法などありますか？そうですね、必要じゃなかったっていうのはちょっと後悔的なのでいくと、直前の模試がその周りの人がすごい慌ててって焦ってしまうほどちょっと難しかったんです。でそんな中自分は結構良かったんですね。あ、もうなんか意外といけるんだな国試みたいな、受かったわけじゃないんですけど、そこで気持ちが楽になっちゃったっていうのがあるかもしれないなっていうので、その友達と勉強するのは大事なんですけど、友達と勉強してるからこそ比べてちょっとできたから安心しちゃったっていうのがありました。それでは勉強している過程で使ってて役に立ったなっていう参考書などはありますか？そうですね、皆さん持っているその日中まとめとか、アザブカラーアトラスを基本的に使って、それをグッドノートでデータ化して
持ち歩いて勉強してたっていう感じですかね。やっぱり iPad しか勝たないったところでしょうか。そうですね、 iPad しかも勝たなかったですね。 Mac と iPad を使って、でもう基本それで完結して勉強してたっていう感じですね。国試勉強してる間はやっぱりきつかったですか。そうですね、やっぱなんかみんながきつがってたのですごく、なんかそれを見てたのでなんかちょっときつくなかった。やっぱそれがグループワークのいいところなんですかね。緩和されたのかなっていう、あ、俺よりでなんかちょっときつそうな人いるなみたいなっていう風に、やっぱ話とかきつい時とかもあったりするんですけど、結局勉強するしかないのでどうしても、そういう時はやっぱり友達とかとその問題出し合ったりして、そのきついながらにその勉強から離れすぎないような行動はしてました。グループワークって初めて聞いたんですけど、どんな感じのシステムなんですか。はい、大学によって違うんですけど、そのグループワークが11月ぐらいかな、あれ何月だったかな、始まるんですね。グループワーク何いつから始まりますって始まったら、その総隊長みたいな人が分けるんですよ。30人を6グループぐらいに、人と人の相性とかを見たりとか、研究室の配属によって得意な分野って結構みんな違うじゃないですか。それによって臨床系の人とか感染症系の人とかをいい感じに配分したグループ一つを作って、国試までみんなで勉強してもらうっていうのがグループワークですね。具体的にどんな感じの勉強方法をするのかっていうのは、もうそのチームの方針によって変わっていってみたいな。そうですね、そのグループワークをする時間も、過去も何年分やるかっていうのもグループによって違って、でその国試の前日までやる班もいれば、結構半分のグループぐらいはもう国試の1ヶ月前ぐらいに解散していくみたいなのが見られてましたね。福留さんの班ではどんな感じの方針に進めていらっしゃったんですか。私の班では、その朝起きれないっていうのが一番問題なので、朝の9時からグループワークをしますってなって、9時からの内容だと、1時間だいたいグループワークがあるんですけど、9時に集合して、でそこから過去問を解説し合うっていう感じですかね。毎週水曜日は徳留が内科解説する日で、で別な日は誰々が寄生虫解説してみたいな、それぞれの分野でなんかプロフェッショナル的になってそれを解説するっていう感じで進めていきましたね。それ自体はすごい良かったと思います。みんなそれで教え合えるので、はい、国試の前日まではやってましたかね。もう本当前日っていうか、そうか、福岡に行く前なんで前々日になりますかね。もうギリギリまで、はい、やってます。繰り返して同じことを、同じ内容で、はい、最後ら辺はもう総復習みたいな感じで、解説よりはなんかみんなで一緒に解きましょうっていう時間もありました。そういった勉強している中での息抜きっていうのはあったりしましたか。そうですね、息抜きはさっき言ったその国試のメンバー、順位のメンバーと問題出し合うって息抜きも一つですし、私がシェアハウスに住んでたので、もう帰ったら基本同居人と一緒になんかダベダベするっていうのが一番息抜きだったのかなって思います。1日のルーティンを教えてください。はい、1日のルーティンは先ほど言ったグループワークが9時からあるので、それに合わせて行かないといけないんですけど、さっきも言った通り私その6年間ほとんど勉強してないのがやばいなと思ってたので、その自負があったので一人より早く起きないとっていうことで、だいたい研究室には7時半ぐらいには行って、でそこから1時間半ぐらい勉強して、で9時からみんなでグループワークして、でグループワークが10時から10時半の時間に終わって、そこからも基本的に図書館にずっといるって感じですね。時々その図書館に飽きた時はその友達とカフェとかに行って作業をしたり勉強をしたりとか問題出し合ったりとか、気分転換をそうやってしてましたから、だいたい10時か9時ぐらいまではやってました。10年分の問題を PDF 化して検索かけて、なんか似たような問題をガンガン解くみたいな感じで、この先生が専門としてる分野だからこの分野出るんじゃないかみたいな小耳に挟むことがあって、予想通りだなっていう問題は結構多かったですね。